どうしたの？さっきからうつろね。体調悪いの？あ、ちょっと夏風邪気味で、まだ病み上がりなんです。ミオさん、今度は私の話を聞いてもらってもいいですか？いいわよ。聞いてもらったお返しに、今度は私が聞くわ。いえ、お社様の話なんです。笑われないかとても不安なんですけど、私、お社様に会ったことがあるんです。本当に？はい。私、小学校に上がる前までは、ひなみ沢に住んでいたんです。それが、母の仕事の関係で、茨城に引っ越したんです。この意味はわかりますよね。わかるわよ。ひなみ沢を離れてはならないという、お社様の禁忌に触れた、ということね。そうです。それで、いろいろ悪いことが起こって、母が離婚し、家庭はぐちゃぐちゃになりました。私も自暴自棄になって悪いことをしたりして、世の中の何もかもが嫌になって、自分以外の幸せな人たち全部が私を見下しているように感じた最後の頃、不思議な存在が現れるようになったんです。それが、お社様？初めて現れたのは、内緒ですよ。全部嫌になって、自分を壊してしまいたいと思って、体に刃物を突きつけたことがあったんです。その時、首をカミソリで切りつけたら、血に混じって、ブクブクと汚らしい何かが溢れ出したんです。それは、バカにしないわよ。続けて。赤黒い、無数のウジ虫だったんです。それらは、首から血がこぼれるのと一緒に、わらわらと湧き出してきました。私、そんな気持ち悪いのが体内にいるのが嫌で、書きました。首の傷を引っかいて、ほじくり出そうとしました。でも、それ以上は痛くて、血まみれになるばかりで。それで、私は急に怖くなりました。私の体の中には、血管いっぱいに、あの気持ち悪いウジ虫がぎっしり詰まっているんじゃないかって。それで私は、試しに、カミソリで腿の血管を開いてみました。そこならよく見えると思ったから。そしたら、溢れてきたんです。ドバッと、わらわらっと。血と一緒にドバッと溢れ出すけど、すぐに元の血管の中に戻ろうとする。それがとてもかゆいんです。急いで先生を呼んできて。ダメダメ、かきむしちゃダメ。鎮静剤早く、彼女を押さえて。私の血管の中のウジ虫をやっつけて、血を全部抜いてきれいにして。私の血管にはウジ虫がいっぱい詰まってるの。どうして信じないの？落ち着いて、ね。はい。それで、どうしたの？そんな、誰も私のことを信じてくれない時に、現れたんです。お社様が。退院し、自宅療養になり、普段は薬のせいで死んだような意識で眠っているだけだったけど、たまたまその日は薬を飲み損ねて、
意識がはっきりしていたんです。だから血管の中にうごめくウジ虫たちを思い出して、急に不安になって血管の中を覗きたくなりました。そして手首に浮く血管に沿ってカミソリを入れて血と赤黒くてたくさんうごめく汚らしいウジ虫の群れが。私はお風呂場に駆け込み、汚い血と一緒にウジ虫を絞り出し続けました。ずっと。ひょっとしたら血が出すぎて死んじゃうかもしれないなと思っても、ずっと。そしてしばらくして意識が消えかけたその時、薄暗い浴槽が眩しい光いっぱいに満たされたんです。それこそがお社様の降臨でした。お社様がそっと私の傷を撫でてくれると、私がいくら洗い出そうとしてもどうにもならなかったウジ虫たちがみるみる溶けて消えてしまいました。そしてお社様は教えてくれました。このウジ虫たちこそがたたりなのだと。ひなみ沢に生まれた鬼の血を引く人々は、ひなみ沢を離れて生きてはいけない。けれど、一つだけ助かる方法がある。それは、ひなみ沢に帰ること。そう、お社様の戒律を破って引っ越したから、家庭がおかしくなって、私もおかしくなってしまったのだと。お社様はこうも言いました。たたりの具現であるこのウジ虫を消すことはできるけども、それは、ひなみ沢から遠く離れたこの地では一時だけのこと。やがて、お社様の力は薄れ、再びたたりが体を蝕むようになる。たたりを抑える力が薄れてなくなってしまう前に、ひなみ沢に帰りなさいって。お父さん聞いて、お社様が助けてくれる。ひなみ沢に帰ろう。ひなみ沢が私たちの住む土地なの。そうでなきゃ、私だけじゃない。お父さんもたたりにやられてしまうかもしれない。帰ろう。ひなみ沢へ帰ろう。あそこだけが私たちの住まう土地なんだ。早く帰らないと。お社様の力が消えて、